というわけで始まりました MC モツのビデオブログ、今回はですね、自分の持っている帽子についてですね、紹介というかですねレビューをしていきたいと思います。僕自身ですね、帽子というかキャップはそんなに持ってないんですけど、まあざっくりで3種類、こちらの帽子と、この帽子と今かぶってるこの帽子になります。基本的にこの3つしか持ってないんですけど、今日はこの持ってる3つの帽子をちょっと紹介したいと思います。最初はですねこちらの帽子です。これは初期の頃ずっとかぶってた帽子ですね。はい、これはどこのかな、まあニューエラの、帽子になりますね。これかぶってみるとこんな感じになります。はい、ちょっと懐かしい感じですね。しばらくこの帽子かぶってなかったんで、ちょっと新鮮まあそんな感じがあります。最初もう初期の頃から帽子しばらくずっとこれかぶってたんですけど、思い出はまあありますね。まあ俺のじいちゃんから、もらった帽子で、ずっとまあ結構ちっちゃい時、まあ小学生ぐらいの時からずっと使ってた帽子になりますね。これはすごい思い入れがあります。そして僕が次に買った帽子、それが、これです。同じく、ニューエラの帽子ですが、これはですね、カナダに修学旅行に行った時に、購入した帽子になります。かぶってみるとこんな感じです。はい、安定ですね。はい、これもうこの YouTube 活動の中でずっとこれはかぶってきた帽子なんで、皆さん、ご存知の通りだと思います。僕サングラスはいっぱい持ってるんですけどね、帽子全然持ってなくて、まああのあんまりちょっとお金をかけてないというか、サングラスの方ばっか買っちゃってるんで、まあ、帽子もちょっと集めようかなとも思ってるんですけど、そうですね、これは、ずっとつけてる帽子になります。そして、最後の帽子は、こちらです。じゃじゃん。これは別に、ニューエラではないんですけど、普通のキャップですね。かぶってみるとこんな感じになります。はい、この帽子も皆さん、まあ見たことがあるでしょう。これはですね、まあ僕の知り合いが韓国に行った時にお土産で買ってきてくれた帽子ということでですね、はい、ちょっと大切に使わせていただいてます。そしてなんとこの今3つ帽子を紹介したんですけど、どれ一つ日本で買ってません。最初におじいちゃんからもらったっていう帽子も、海外に行った時のお土産でいただいたもので、で2つ目は自分でカナダで買ったもの、そしてこの帽子は韓国でご購入したものということですね。私日本で帽子を買ってませんということで、まあ、いつかちゃんと自分で日本で帽子を、買いたいと思います。はい、ということで、今日は私の持っている MC モスのキャップ紹介のお時間でした。ということで、また次回お会いしましょう。Thank you for watching my video.